はい、どうも、こんにちは、です。今回ですけども、店長の店、有楽舎に、すごいなんかね、怪しいくじ引きが増えてるんですよね。これは、新年明けてからなんですか？初めたのは、秋に1回やって、はい、完売したんです。その後、はい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 、に入ってから、もう1回やってみようと。あ、味を締めた。味を締めた。はいはいはい。私、味を締めちゃったんですよね。で、世の和コードたちのお年玉を募集していこうじゃないか。死んでお金持ってますからね。そうそうそう、子供たちお金持ってる。俺も今年めいっ子に責められたよ。5000円入って渡したら出せよ。ゆきちを出せよ。可愛くねーって思いながらゆきちを渡したら恨みを込めて始めましたよ。松井君松井君勝った。そろそろね、俺もね、若干頭回らなくなりつつあるけど、松井君というだろう、ゆきちばきお年玉回収マッセインを発明したわけ。だって今回ね、ちょっとこれ見てもらったら分かると思うんですけど、1回なんとなんとの2000円ですか。ちょっと頭おかしい。取る気満々やで。俺1000円ガチャはまだ分かると。祭りでも大体1回500円のマックスなのか、なんでかしたっけ。祭りでもないのに祭りグッズと歌いながらの2000円です。ちょっと待って、言い訳させて。自分がさ、アイビスさん行った時1回5000円のなんかとか、あーまあまあまあ、ちょっとジェラシーを感じてね。やってみたらもしかしていけるんじゃないか。いけるんじゃないか。君らがやってくれたらいいやみたいな、はいはいはい、やってみようじゃないかと、はい、でも1回5000円は俺もまあ正直なところがあるじゃないですか、はいはい、俺の心の中のバンビがね、はい、震えてくるわけですよ。5000円になったらで、そのバンビと俺との討議の結果、はい、どうやったらいけるって、バンビちゃんが言うわけですよ。でも初回の2000円は速攻で見た。実はこれトータルで見たらなんと5っていう週目でございます。どうしよう、かなり埋めてるんですね。秋にやったのは割とあっさり、まあ2週間ぐらいでなくなったんやけれども、年末始めたやつって2、3日で1周したんです。だからこれマック100回なんですよ、大体9時が。だから20万なんです、簡単に言うと。お金で言うと生々しい話されるとね。それも今4週目ってことは結構いってますよね。まあ、そうですね。こういうゲーセン系のショップの中ではかなりの稼ぎ頭。そうで、特徴でスイッチとプレステ4を用意しとったよ、はい、俺も正月中になくなるとは思ってなかったでしょ。正月中どころか、はい、一発目がなくなった時って、はい、正月も来てなかった。これはやばい。だってこれ僕らしかも取り上げてないですからね、動画で。動画で取り上げてないのがやばいっていうのは結構今まであった話ですけど、そうじゃないやつでここまで来るって。そうで、俺もそんなすぐなくなると思ってなかったから、スイッチを1台しか用意してなかった。おお。知りましたよ、山田電機。でも今あるんですよ、山田電機、逆にスイッチ。とりあえずスイッチとプレステ4を買おうと思って行ったんですよね。スイッチ2台売れるって聞いたら、無理ですよ。やっぱり台数はないと、台数は少ないから1台やったらいいです。で、あ、分かったわ、じゃあ1台だけちょうだいって言って、はい、プレステ4とスイッチ1台だけこうやって持って帰って、はい、店に入ってきたじゃないですか、はい、でその時に一緒に働いとったのが2代目やね。2代目に行ってこいと、行ってこい、5歳電気渡して行ってこいってさすが2代目、さすが2代目ってはーいってなって念のために山田電機のポイントカード持っとるから、でそのポイントカードに俺がついさっきスイッチとプレステ4買ったからポイントがついてるわけです、はい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 、で2代目にポイントカード渡したけどバレへんやろ。絶妙なライトだ。仮にバレたからあかんのかっていうのもよく分かんないじゃないですか、うん、だからちょっと不安に思っとったけれども、2代目がこうやって買ってきましたって言ったからバレんかっと言うと、うん大丈夫でしたよって言って、さるいな山田電機、もう1回ぐらい行ったろかな。でもあかんな、今日は有楽侍おらへんねんな。侍がおらへんかったからさ、ないわ、ここで失礼しろ。侍おったらもう一回行かしてすごいな、かなりの売れ行きっていうことですもんね、うん、で俺多分これ売れた理由が祭りくじっていう多分このワードでしょ。くじ引きじゃなくて何の意味もなくなんか祭りつけてるで、僕らのチャンネルって祭りくじのイメージが強すぎるんで、視聴者の人がこれ多分祭りくじの感覚で楽しめるんですよ。あでね、この祭りくじ、君には懐かしいものがないからね、あの上の植木鉢。いやー、ほんまに久しぶり。これね、結構前の動画、もう1年半ぐらい前の動画で、店長のお父さんが作った一番くじみたいな動画があるんです。これに登場した伝説の植木鉢。と思うやろ、実は違うねんて、はい。あの時の植木鉢って覚えとるかな、緑色やったんや。それ汚かったもっと。あれ、2作目さん。わこっちにも2代目3代目を。そうそう、親父に、もう一回作ってくれって言われて。はいはい。そうしたら、そんな難しくないですよね、これ。これでも今回動画で取り上げるので、もしかしたらとんでもないことになるんですよ。商品に関しては常にもう用意したいなと思ってるんですよ。
今回単発で終わるんじゃなくて将来的にもずっと続けたいなって。あ、いいっすね。ただ今回はスイッチやけれども、またなんか大体4万円ぐらいまでのサインカードとかもありそうでしょ。別にええけれども、それで人が釣れるかなっていうのは、まあ、確かに思ってるんだよね。全員が好きなんだよ。